阪急バス豊の営業所は、大阪府豊野郡豊野町希望が丘5丁目にある、阪急バスの営業所。最寄りの停留所は、阪急バス豊の営業所前で、所属車両に付される略号は、豊か。1989年5月に、茨城営業所が新設した木と大阪ネオポリス線の増便に対応すべく、1990年3月9日に、 同営業所の出張所的役割を持って開設した。なお、運行管理業務は1999年10月9日から阪急電園バスに委託していたが、2019年7月1日に同社との合併により直営化。豊野町希望が丘地区をはじめとして、豊野町や茨城市北部、美能市北部といった山間部へ向けた路線を受け持つ。他の山間路線を持つ。 営業所と比べると、その路線環境の劣悪さは群を抜くものがある。また、2007年5月からは、美濃有料道路を経て、新興住宅地の美濃森町への輸送を受け持つようになった。美濃森町への輸送を受け持つ車両は、森町地内に新設された出張所に駐在する。2012年12月10日より、前日付で廃止された。 のせ営業所から二つの路線が移管された。これにより、東営業所の営業エリアが、のせ町や兵庫県の川西市にも拡大した。所在地北節のターミナル駅である、千里中央駅や池田駅、阪急茨城市駅から、美濃市東、北部、茨城市北部及び、住宅団地、北大阪ネオポリス、豊野町中心部、与野三市一町をまたぐ、全町、 約2 0トルもの長大な住宅団地輸送路線である。1989年に開設された。ダイヤ設定では、地差途中央発着が中心だが、運行エリアが多岐かつ広範囲にわたることから、池田、茨城市駅へと向かうため、途中の、与野や,や仙台地口停留所で乗り継ぎを行う乗客も多い。途中経路は新御道筋、美能山六線。 大阪府道4 4 3 1 0号などで、ネオポリス地佐都中央間の最短ルートを走る。路線の開設当初、ネオポリスの周辺には、未能有料道路のようなバイパスがなかったため、ほとんどの区間で峠越えを課せられる原ルートの設定を余儀なくされた。2016年6月6日に開設後初となる大改正が行われ、ほとんどの便で、青岡谷西四丁目。 泉玄関のルートが、大阪府道4.43号経由から、サイトトンネル、サイト西駅、茨城美濃丘料線、茨城市道佐保26号経由に変更された。これにより、千佐中央サイト西駅間は、大阪モノレールとの競合路線となる。経路変更を求める声が、住民から根強く出ていた美濃有料道路、とどろみ地区経由便についても朝夕のラッシュ時の一部。 のみであるが実現される。また、土曜ダイヤと非祝日ダイヤの統合が行われ、土曜、非祝日ダイヤに一本化される。山岳区間では冬場に、積雪や道路の凍結による交通障害が発生することが多く、タイヤチェーン装着による運行が多い。積雪が20センチメートルを超える場合には運休することもあるが、天災や崩落事故などによる道路の規制や、 封鎖時においても、広域的に迂回を行うなどの方策を柔軟にとっており、市街地の路線に比べれば、交通障害には強いと言える。夜や折り返し便は、平日朝一往復運行。豊野町と池田駅を結ぶ路線の一つで、地元資本の北設バスの路線として誕生。豊野町東部や見直しと泥を満ちくと、池田市街地とを結ぶ重要な幹線路線となっている。 他、とどろみ地区内では通学バスとしても役割を果たしている。主な通過道路は国道423号など。元は病犬3条への輸送手段として運行を開始しており、昭和30年代には梅田からの直通便が運行されたこともあった。1997年12月までは池田からの直通系統が存在したが、後に途中の 夜や8着に短縮された137系統に置き換えられた。2009年4月29日の改正までは非祝日に4往復運行されていたが改正後は同に往復に半減された。137系統はその後2017年11月1日改正で冬季運休の季節運行に変わった後2019年7月13日の改正で廃止された。 2011年12月10日のダイヤ改正では、136系統の半数が26系統の希望が丘瓶に振り返られ、池田、与野発で見ると26系統と136系統がほぼ交互に運転されるようになった。逆に、従来約1時間間隔だった巻発は、約2時間間隔に減便され、池田港の最終も2時間近く繰り上げられた。 2017年11月1日の改正では、前述の137系統の季節運行化のほか、136系統の改装区間を営業路線化させた126系統が新設された。これにより、豊野営業所担当の136系統は消滅し、長時間帯に、福岡大営業所が担当する池田急安時間の区間便が数便運行されるのみになった。 国鉄バス時代には、丹波交通とともに、池田亀岡の直通路線が計画されたこともあった。ほか、大正時代には、鉄道敷設計画もあったが、結局どちらも実現されずに現在に至る。なお、与野では、明剣山方面の他にも、前述の北大阪ネオポリス線に連絡している。また、中途泥見には、美濃森町線の地里中央業が発着しており、 運賃面では中途どろみでの乗り換えの方が安価になるケースがある。茨城市街地から同志北部や豊野町東部の山間部へと向かう路線。茨城市北部ではこの任城寺、車作線と前述の木と大阪ネオポリス線が住民の足となっている。東の瀬線と同様に地元で設立された京阪自動車の路線として開設。その後、阪急バスに譲渡された。 人情寺線茨城市街地から国道171号、大阪府道109.110号などを通って、道志北部や豊野町東部の山間部へと向かう路線。当初は茨城夜間を直通で運行していたが、1997年12月から2015年3月までは、途中の人情寺で系統を分割していた。このため、茨城人情寺間の81系統と、 任長寺用の間の138.139系統は、相互接続路線に指定され、所定の乗車方法を用いるというおやいばら機関を、投資運賃で利用できた。この乗り継ぎは、北大阪ネオポリス線の乗客も対象であった。車作線茨城市街地から、ダンプ街道と呼ばれる、大阪府道46号を経由して、茨城市北部の車作集落方面へと向かう路線。 豊野営業所管内でも、特に大型車の通行が多い区間を走る。山岳区間は対面通行で道路幅も狭いため、大型車がバスの通行を優先する取り決めがあった。古くは、車柵からさらに先の流線橋や京都府亀岡市の南掛地区まで路線が伸びていたが、乗客の減少や沿線にある愛川ダムの工事で、不動46号の掛け替えが行われたため、 2007年7月1日以降は現在の車柵発着に短縮されている。なお、桑原橋マイナス車柵間の大半はダムの完成後に水没する計画となっている。千里中央から勝尾寺を経て大阪北設霊園へと向かう路線。豊野町高山地区の単岸により改装路だった霊園事務所高山、豊野営業所間を2000年に営業を路線化した。 2009年4月29日には、従来の54系統を廃止するとともに、千里中央、北千里青団地間を特急化した29系統を新設し速達化を図った。正月のみの臨時迂回運行正月三が日には、カツ寺への発毛出客により、周辺の道路で渋滞が発生するため、その回避策として、迂回運行を行っている。4号上の交差点から、 北大阪ネオポリス線と同じく、泉源方面へ向かう。臨時に設けられる、勝ツ寺口停留所は、その交差点から、すぐの地点に設けられ、参拝客はここから2キロメートルほどの道のりを歩く、ことになる。その後はしばらく、ネオポリス線と、並行し、天狗岩付近などの境愛区間を経由して、北摂霊園の霊園北口停留所に至るコースを、取る。 なお、霊園事務所前から希望が丘4丁目間は運休となる。運賃は、カツオ寺口を除いて、通常系統と同様だが、迂回経路中の時刻が異なっている。他客時の臨時運行茨城営業所などと共同運行。乗客の利用状況に合わせて、途中無停車のノンストップバスやカツオ寺までの区間便が運行されることもある。 北雪霊園内以外では、青団地とカツオ寺のみに停車する。地里中央青団地の区間利用も可能。詳しくは、阪急バス茨城営業所を参照。豊野営業所管内では、唯一のコミュニティバス路線。2007年秋には試験運行。2008年春の本格的な運行開始を目指していたが、町との調整が遅れたため、2008年6月から、 運行が始まった。豊野町が阪急バスに運行を依頼し、1996年5月2日にマイクロバスにより貸切運行された豊野町公共施設巡回バスがルーツである。この頃は茨城営業所の貸切部門が担当していたが、2002年5月に一般の売り合い路線豊野町内線となり、この際に豊野営業所に管轄が移された。 この遺憾の際に、老人福祉センター、長戸市総送迎便が、東地区巡回バスとなり、従来の東西巡回バスも、経路変更等が行われた。また2005年には、豊野町立鉱山小学校並行による高山地区通学系統や、西地区巡回バスが開設して、現在に至る。美濃森町内に、とど東時和台の振動が開通したため、 東西巡回バスの経路はこの振動経由に変更された。美濃森町線の車両2007年秋に待ち開きした、美濃森町の住民向けとして、同年5月に開業した美濃有料道路を介して、地里中央駅とを結ぶ路線。美濃森町地里中央間を25分で結ぶが、美濃有料道路で通行止めなどの規制が行われた、場合は運休することもある。 地里中央からは、国道423号を北進し、美濃新都心、茅野中央の最寄り停留所である白島、美濃有料道路を経由して、美濃市とどろみ地内に入り、国道423号のバイパスを通って、バイパスの北端の中とどろみから、美濃森町へと入っていく。町開きに先んじて2006年9月に、大阪府がバス輸送事業者の工房を実施し、 同年11月29日に半急バスが選ばれた。この時点では、運行本数を毎時2から3本、1日あたり40本ほど運行するという計画が発表されていた。2007年10月1日に、その約半分の17往復で暫定運行を開始し、2008年3月20日のダイヤ改正以降はほぼ想定通りの水準まで増便している。 この改正時には、と、泥見の森学園前停留所が新設されている。さらに2010年3月20日のダイヤ改正では、美濃森町外区内への路線延伸、停留所新設及び、早朝後時代の始発便の繰り上げ、土曜ダイヤと休日ダイヤの統合などが行われた。その後も、本数を増やし続け、最新ダイヤとなる2020年4月4日のダイヤ改正では、 平日朝ラッシュ時の地里中央行きの増発、同時間帯の近隣公園前発の一部便が、地区センターを通過する直行便の新設、森町中三丁目、森町里山住宅口間に、里山空テラス停留所の新設が実施された。なお、空テラス停留所は、毎日昼間時の4往復のみ経由する。途中の中途泥みでは、東、野瀬線のあまりの、 牧方面との乗り継ぎも可能。豊野町地里中央間を移動する際にこの乗り継ぎを利用することで、従来の木と大阪ネオポリス線よりも割安で、所要時間も短くなる場合がある。なおこの路線では、スルッと関西サンデーチケットなどの企画乗車券の使用ができない。乗せ営業所からの移管路線の一つ。 路線自体は2011年12月10日より運行されている。東、時和大線と新興風大線を統合し、美濃森町地区へ接続するよう再編された。本路線の新設により高風大駅との接続が主体となり、明剣口駅発着便は平日はサラッシュ時のみの運行となった。乗せ町内で使われている簡易型のバス停乗せ。 営業所からの遺憾路線の一つ。京都交通が運行していた、吉川線、森上線、野間線が2003年6月末に廃止されたのを受け、野瀬町統合、宇多垣地区の公共交通機関確保のため、運行にかかる経費を野瀬町が一部補助することにより、翌7月1日から運行を開始した。継承後の運行ルートと本数は、 多少異なるが、旧吉川線の奥田橋南と森上線で、メインの循環系統は、妙見口駅から国道477号を走行し、倉垣からは、不動732号と106号周りで、奥山内、奥田橋まで向かい、奥田橋からは再び国道477号から、妙見口駅まで戻るルートとなっており、1日8便運行されている。 野瀬町宿屋系統は、病見口駅から奥田橋までは、国道477号を走行し、奥田橋からは、府道106号732号54号などを、走行する。野瀬町宿屋行きの倉垣奥、山内間は、循環系統とは逆順に停車し、神村は経由しない。野瀬町宿屋発着が1日に往復、奥山内発議が1日一往復運行されている。 2008年からは、兵庫県川西市の黒川ダリア園が開園する9月から11月に、限って日曜、祝日に運行されている、病見口駅ケーブル前系統が、黒川ダリア園まで延長運行されることとなった。2009年2月16日のダイヤ改正では、病見口駅停留所を東、時和大線と同じ乗り場へ移設。 妙見口駅住宅前引くケーブル前間を、妙見口駅国道477号経由、ケーブル前にルートを変更し、さらに、混成系統は、野瀬町宿や止めに短縮されたことにより、月報時、混成方面の区間が廃止されることになった。2011年12月10日のダイヤ改正で、美濃森町地区センターへの乗り入れを開始した。千二十一年二月十五日、 同年4月1日にダイヤ改正を実施することが発表された。改正の内容は以下の通り、2021年4月1日以降の系統は以下の通り、阪急バスへの引き継ぎに関連して運行形態の変更の他にも下記のことが行われている。これまで、豊の営業所の路線は大阪府内で路線が完結していたが、 野瀬営業所からこの路線を引き継いだ結果わずかながら、兵庫県に路線を持つため、大阪府外に路線を持つことになった。経路に一部変更が行われている。以下の系統が2009年4月29日のダイヤ改正時に廃止された。2021年3月31日までの系統。いずれも、系統番号なし。2003年に、東、野瀬線で、 2005年に北大阪ネオポリス線で、経路上の道路崩落による、迂回運行が行われたことがある。2020年6月現在、豊の営業所には20台、美濃森町出張所には17台の配置があり、大型4メーカーが揃う。長時間乗車になる路線環境を考慮し、二人掛けシートが多い車両も導入されている。山岳路線が多く、 ほとんどは初乗り160円もしくは170円からの待機路性運賃であるが、三濃、茨城、池田市などの市街地においては初乗り220円の区間性運賃となる。ありがとうございます。